こんばんは、平井博明です。アプローチの打つ球質悩んでませんか？平井博明のワンナップゴルフちょっとね、ちょっと適当すぎるねあのね、これリクエストなのね、はいはいはい、でアプローチは例えば30ヤードの旗打つときに、こっからあの30ヤードだったらこういうのがまあセオリーだとしますって言ったら、その A さんはこうやって打った方が寄りますって言ったら、でもさ、こんな障害物も何にもないところであんな上げたら一緒に回ってる人になんでお前そんなとこから上げんだよって言われる可能性がある。だから上げて寄る打ち方をやらなくなる。それはもう絶対良くないから上げた方がいいの。寄ったもん勝ちなんだからっていうことをアプローチもっと考えてくださいってこと。あ、自分がその寄る打ち方、打ち方、なんだったらそれがいいってことだ。そう言われても、うん、もうねこれはね本当に誰の話も聞かないでください。やっぱり上げた方がまっすぐ行く人もいるんだ。全然いる、全然いる。転がした方がいい人もいる。そうだから、もうその人が寄る打ち方っていうか寄る球筋が一番ですってこと。それだけもう分かってもらえたらこの動画も終わりなの。あ、おしまいです。あ、最後までご視聴ありがとうございましたそうだから俺はこうやって構えて、わざわざあの高さで打つんだったらピッチング9番で打てばいいじゃん。だけどピッチング9番であの球打ったら普通なのよ。こうやって普通に打つ打ち方だったらあの球は出ないの。58度をこうやって普通じゃない打ち方をするからあの球が打てるのね。そう、これ分かってる人はゴルフ上手くなる。あ、そう、うん、これ例えばさ、ちょっと話変わるけど、あ何その声、何広島かなんかで一回ピッチングだっけ、広島だっけ、あれ転がしやってさ、あれメドウだっけ、どっちだっけ、広島かな、転がしのピッチングで、あ、メドウだ、で転がしのアプローチをピッチングで打ったらさ、あの58度でやり直したらさ、距離感合わなくなっちゃったもんね。そう、やっぱ感覚変わっちゃうんだ。変わっちゃうね。そういうことよね。そうだから今の58度あの高さ打つんだったらこれ9番ね、9番でこうやって打った方がいいじゃんっていう人もいるのね。この人はアプローチしてない、感覚で打ててない、機械的にしか打ってない人。ああ、その高さとかそれだけで見てるんだ。そう、例えば58をあの高さ打つって言ったらこうやって構えるのね、でこうやって打つのね。これは普通の打ち方じゃないじゃん。イレギュラーだからこの形しかできないからミスが少ないの。あ、もう1個になるから。でも9番であの高さ出すっつったら普通に構えて普通に打つしかないでしょ。その前後も出てきちゃうわけ。そういうこと。まっすぐ打つと右と左のミスが出るのと一緒で、まっすぐ普通に構えて普通に打つ方がミス多いから。そっか、飛びすぎちゃったり。そういうこと。浮いたり浮かなかったり。そう、これはもう1個の球しか打てないから、こうやって。そういうことか他がないんだ。そう、消せるから。だからわざわざ58を立てて上から削いでキュッて入れてる。そういうこと。だからそれだけ自信があるのアプローチ、だから1個のアプローチの形をこうやって構えてこうやって打ってるだけだといろんなミスが出ますよってことを早く分かってください。これさ、いつ見つけたこの打ち方とかさ、どれ今のこれ、うん、そう、そのなんていうの、それさ、考えてそうしようと思わなかったらやんないよね。ね、あ、でもあれか、あそこに絶対打つのにどうしようと思ったらそれになったんだ。なんつんだろうな、たけちゃんとマノさんとマノさん初めて出てきた、タマヌーンスリロットが
混ざっていいとこを吸収したのがこれって感じ。あ、そうなんだ。あ、じゃあ結構あの、なんていうの、子供の頃にいっぱい打ってたから身についたんじゃなくて、割と考えて身につけた。あ、これはプロになってから。あ、プロになってから。あ、こんなの知らなかったからね。へえ、それは興味深い。教えて。いや、なんでそんなって打ち方とかどうでもいいから。うん、まず、うん、俺はプロに入りたてのアプローチって、うん、こっち向きの方が分かりやすいかな。うん、あれあ、いい。あれっていう感じだったの。自分では全く同じ動きをしてるつもりで、全く同じ大きさで動いてて、全く同じ角度で入れてるつもりが、高さ、スピード、距離が全部バラバラなの。ずれちゃうんだ。そう、揃わないんだ。そう、なんでって。そんなのおかしくないかって、うん、スピンも入んないし、その時タケちゃんと一番回ってて、でタケちゃんはもうキュン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 みたいな、本当にもうそんなのばっかりだったから、何それっつって、でどうやってやってんですかっつって、タケちゃんはボールつまんでるっつうの、こうやってこの歯でボールをつまんでるっつうの、タケちゃんはこうやって、そうキュッキュッキュッだでしょ。そう、あれを5、6年、6、7年ぐらいかな、うん、一緒にタケちゃんと練習して、完全にパクった寸前ぐらいまでしか行けなかった。そう、うん、やっぱすげえんだよタケちゃんって、うん、本気でタケちゃん以上スピン入った人見たことないからね。ああ、もうなんだろう、もうとにかくすげえんだよね。でこうつまむんだけど、それをやりたくて 2,3 回目に太平洋マシコで QT サード行った時に、タマヌーン・スリロットっていう選手がこうやって落ちたの。ちょっとトル君向こうから取ってもらって、このマットにまっすぐ打つよ、こうやってやってたの。そんな、これぐらいに落ちたの。それでこれぐらいの高さで飛ばすのよ。もう地面と同じぐらい、うん、高さ的にはねこれぐらい、あれでもうこっからもう火出てるわけ、カップまでずっとバックスピンでスキップしてんの、あのチュッチュッチュッってやつ。そう、あれがもうここで打ったでしょ、うん、ここからもうスキップしてんの、20ヤードぐらい先まで、うん、ずっとチュッ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 ってカップのところでチュッって止まんので、マノさんが隣にいて、マノさんがタマちゃんにどうやってやるのって教えてよっつって、うん、したらこうやってやって、こうやって置いて、それでこうやってやった、うん、すごい。そう、そう、あれを自分なりにリメイクしたのが、うん、あれをミックスしてたんだ。そう、それがこれ。夜でしょ。そう、もうあれしかないから、もうあれが通用する場所、あれ全部あれだから、夜んだから。そうで、なんでわざわざ、もちろん言われるよ、なんでわざわざ58であんな球打つのとか、そう、そんなとこスピン入れたら、いや夜んだからいいんだよって。うん、あれが一番夜。そう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 、別にあれは試合だったら別にやらないし、半分ぐらいしかね、うん、で普通に寄せられるんだったら、うん、あれで少しドローに入れるわけよ、こうやって、そう、ああやって距離感を合わせるから、別にスピン入れないで、さあそれぐらいは調整しますよってことよ ね、 すごいね。だけどプライベートラウンドだったら、あそこにスピン入れた方が気分がいい。ね、そう、だからこうやって構えて、こうやって、あー当たっちゃった。そう、でもあえてラインにこうバッて出してって、スピンを入れてトーン、キュッ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 って止める。久しぶりになんかアプローチっていうの見たけど、うん、俺もやっとゴルフが分かってきたのか、アプローチうまいね、うん、俺、うん、
ねどん時言ってほしかった。ねどん時とかもう分かんなかったもんな。あれロイヤルメイドの4つの傾斜のアプローチとか、うん、今見たらびっくりするよ。うそ、うめえなと思うよ多分、うんうん、うまいもん。いやいや映像で見ても分かんないで、今生で見てるからうめえなと思うけどさ。あそう、うん、あーかかんねえか。あ距離感ね、縦ずれないもんね、うん、あーちょっと弱いか。でも完璧ないい入りなんだよな。そうアプローチはね相当特訓されたからね。だから好きだったし特訓も受けたし、たけちゃんから、だからそういうのをうまく使ってやってるっていう感じだから、あの本当に例えばこっから、うん、俺の心境としてはこっから50ヤードのグリーン打つのに、うん、こうやってみんな打つとするじゃん、うん、したらじゃあ俺は絶対あの球では寄せないと思っちゃう。そうなんだ。そうもう絶対あの球じゃ寄せないと思う。どうするの状況によるんだろうけど、うん、例えばこっからこうやってフックスピンでああやってこうグリーンに寄せていったりとか、はい、そうああいう違うやり方、うん、ああやってこうスライススピンでこう寄せていったりとか、ね、ああいうことをやって人と違うことで同じ結果を得る。だからそれができるっていうのも得意、自信がある証拠じゃない。そう、ね、そうね、うん、そうああいう感じ。変な話これで被る人いないじゃん。そうだね、そうだね。そうだからずっとこれやってる。ああ、そうだからなんか自分の名刺代わりよね、うんうんうん、シルエットだけでこの球打ったの誰って言ったらあ多分平井じゃねえかなっていう感じの必殺技だ。そう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 、もうそれでこうやってもうあの白い旗にこうやって打っちゃうから、うん、あそう、あれがこう自分が あれで寄せたらかっこいいなとかああいうのでこうミスをなくして寄せたいなっていうのからもう結局あれってダフらないから上から入れてるから、うんうん、でね例えば他の YouTube で今のクラブはこうやってレベルに入れて打つとかって言うと、うん、あ上から入れるのダメなんだとかっていうのとかあるんだけど、そういうことじゃないんだよね。あのレベルに入れて打つのはバウンスが多少なきゃダメだし、こう回転もちゃんとしてなきゃいけないしとかいろいろやった上でその打ち方でクリアできることだから、自分がその例えば上から入れてボールを拾えてスピンが入ったりとか悪いライから打てるんだったらそれはそれでいいっていうことの片付け方をしてもらいたいんだよね、うん、だからどんな場所からでもいいから自分の得意な球筋でピンを攻めてほしいわけ。それが一番言いたいの、うん、周りの意見はどうでもいいから、うん、自分を信じてください、はい、ぜひアプローチでですね自分の決め技得意技を見つけていただいてコースでですね必殺技を見せてちゃんとパーを取っていくゴルフをやるとですねリズムに乗ってくるんで、そういう組み立て方をしてみてください、はい、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですねちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですねちょっと秘密なこととかですね特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。